自分は今ニートで、ひたニーすらト。ゴミ漁ってクラフトして遊んでるっすね。おお、なるほど。はい。お名前って聞いてもいいんすか？私の名前？はいはい。私の名前、佐藤。あ、佐藤さんっすか？ああ、ありがとうございます。はい。ちょっと待ってくしょ。さ、ちょっとお嬢さんいい？はい、いいっすよ。君、銃は作はい。れるの？ちっちゃい声で言うっすけど、銃っすか？まあ、結構声で言えないっすけど、一番高いのは作れないっすけど、多少は作れるっすね、今。一番高いのって何？一番高いと2万クラフトレベル必要なんすよね。自分がまだ6000なんで、ショットガンくらいまでしか作れない感じですショッね。トガンか。スペシャルカービンとかまでは作れないってことか。多分まだ万いってないんで、そうっすね。なるほど。なぜそんなのを作ってるの？ なんでだろう。なんかこれが今一番楽しいなって思ったからっすかね。おお、なるほど。じゃあそれが終わったら、君はなんか仕事に就くの？でもなんかあんまり、なんだろう、とかあんま興味なくて、喋ったりできないんで、自分。なんだなんだ、もう一回言ってくれ、ごめん。人に興味がない？正直、あんまり仲良く話すって得意じゃないんで、そうか。接客とか向いてないから、まあ、どうしようかなと思ってるって感じですかね、今。なるほど。はい。ここの町に来る前は何をしてたの？まあ、ゴミ漁ってたり、まあ、お掃除してたりすかね。この町に来る前もゴミ漁ってたってこと？もうなんか習慣になっちゃってやめらんないんですよね。正確にクラフト習ったのは違う人なんで。誰に習ったの？初めての人にこんな今言っていいのかなっていう。佐藤さん、その辺詳しいんですか？私はその辺は詳しいんじゃないか。あ、そうなんすか。あれ、何されてる方っすか？私？はい。私はモズっていう組織に勤めてる。ああ、じゃあ喋って大丈夫ですかね。ヘラシギさんから。ああ、なるほどね。はい。ヘラシギが師匠なのか。ヘラスさんからは細かいところを習ったっすね。なるほど。はい、なんか優しいじゃないですか、あの人。結構いろいろ教えてはくれたっすね。なるほど。そうか。はい。では私も一つオープンしよう。はい。私はバンダーマーというものだ。佐藤というのは偽名だ。あ、そして私がギャングのボスだ。噂はかねがね聞いてるっすね。噂は聞いている。一体どういう？まあ、名前、まあ有名っすからね。そんな有名、何で有名なんだ？まあまあまあ、他の人とか町の人とか言ってますし。なんで？なんか危ないよと。危ないよってね。そう、危ないんだよ、私は。逆になんか、クラフトとか、なんかやったら欲しいものとかあるっすか、逆に。私が欲しいのは、アタッチメントや銃だな。アタッチメント？銃のアタッチメント。銃のアタッチメントですね。メモっとくっす。なるほど。了解っす。作れたら、出したらいいですよね。そうだね。まあ一応他のギャングの人というか、他の人たちには一切渡してないんで。ヘラシギは元私の部下なのよ。ああ、そうっすよね。ヘラさんモズって言ってたっすね。でもね、卒業したんだ。あ、そうなんすか。ここだけの話にしてくれ。
だからクラフターが今うちの組織にはいないんだ。あ、困るっすね。それは確かに。そうなんだよ。だからもしよければ私と連絡先を交換してくれないか。あ、いいんですか。逆に私は基本的にはあまり利害関係がなければ教えない主義なんだから。自分も連絡先交換いつもしないからガチで少ないっすよ。ああ、そうなのか。気が合いそうだな。言ってもらっていいですか。今いた人たちって誰。イブさん、うん、ヨウコウさん、うん、ナナセゼロさん、そうしてた人が一人か二人いたっすね。何してた人。変装。変な着ぐるみ、なんか宇宙服みたいな変な機械的な黒い着てた人が一人いたっすね。なるほど。カールおじさんみたいな、なんかよくわかんない見た目の人が一人かな。多分どっちも男っすね。全員で。じゃあ5人ということ。5人でみんなでその辺にいて、牧場にも行くってみんな言ってたんすけど、うん、自然なところに泊まってるなと思う感じっすね。それ話はしたんすけど、それはな、ギャングだ。ああ、そうっすよね。うん、そのままご自身のお仕事に一旦戻ってくれて構わないよ。了解です。あと油なかったんで入れといたっす。ああ、ごめんね、申し訳ない。いえ、そういう費用がかかってしまったら私に言ってくれ。大丈夫っす。はい、とりあえずじゃあリサイクルセンターで普通にやってるっすね。うん、ごめんね、ありがとう。いえ、了解っす。ではでは。めちゃめちゃ優秀や。え、怖いよ、どうしよう。優秀。実は話があってな。はいはい、何でしょう。ただ、ん？大丈夫か？失礼。タラリズという人間を知っているの。はいはい、はい、あれは一体何者だ。何者かまではわからないんですけど、非常に優秀だ。まあ、前ボスにも言った通り、結構興味深い人材ではあります。うん、今日接触をしてな。お、どうでした。非常にいい。お、これは良かったです。うまく使えるんじゃないかと思うんだが。なるほど。かなり優秀だ。うんうんうん。番号を交換したぐらいだ。おお、なるほど。うん、で、なんか電話、なんか花をさ、摘んでほしいっていうふうに言ったの。ああ、そうですね、ちょっとわしから、そう、金ないっていうからさ。はいはいはい、うん、で、わしからも、どうやってくれんかって話をしたら、あ、やるっすって。そうなんですよね。うん、あ、やるっすみたいな。やるっすって。声ちょっと小さめに話すか。あ、全然やるっすって。聞こえるか。ちょっと声抑え気味で話そう。ああ。でな、これやるっすっつって言ってたんだけど、なんかね、高速道路でなんかその後電話かかってきてさ、なんか高速道路でなんかネズミ捕りっていうか、なんかスピード違反取り締まってるっすみたいな。あら、はいはい、だからここでやってるっすよみたいな教えてくれてさ、情報も、うん、で花取り行ってくれってメガロのところ行ったら電話かかってきて、はいはい、なんかシスターとそのなんとかゼロっていうのと、はいはいはい、グッバイの面々が花取ってたっすみたいな、だからやめときましたみたいな。あ、意外と判断もな、あらあらあら、できる感じなんだよ。素晴らしい。うん、でどうやらな、クラフトはヘラシギに教えてもらっとったらしい。ほう、一応弟子なんだな。ほう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 。で、いろいろ情報もなんか持っとってな、非常に優秀っす。優秀っす、優秀っすか。うん、非常に優秀っす。なんかその感じもいいんですよね。うん、そうそうそう。ドライな感じが。そう、なんかこれ作ってほしいんだけどな、私って言ったら、あ、了解です、メモ取るっす。いいんだよ。あ、ね、ちょっと
どう思う？こう今メンバーほらどうしても戦闘員じゃなくてもさ、まあ、人数はいた方がいいだろこのご時世、まあ、確かに優秀ではあると思いますよ、うん、ただギャングがどうかっていうところ、まあ確かにでもまあ以前ねボスにも話した通りその、うん、犯罪者としてどうなのかっていう、うん、犯罪のそのなんて言うんでしょうね犯罪意識はあるのかっていう、うん、ここはどうなのって前聞いたらうんよくわかんないっすって言ったんでいいな、うん、だその辺はだからその辺がどうなのかなっていう感じですね自分が心配だとすれば、うん、だ本当にだからさ情報というか本当クラフトクラフター、そうですねクラフトプラスまあ情報も、うん、あとなんかあんまその人と関わるのが言ってたんで、うん、そういう面での情報はあれかもしれないですけど減らし方と違って、うん、うんうんうん、本来はでも犯罪者だったら それぐらいの方がちょうどいい、まあ、まあまあそうなんですよね減らし木みたいに市民とべったりだと逆にそれもそれだろで一人でいるのが ダメだった減らし木と一人でいたいタラリズまるで正反対のまるで正反対しかもな口も意外と硬そうだお前の名前も出さなかったなかなか硬いよ、うん、硬いんですけど、うん、なんでかわかんないですけど、うん、なぜかなんか他のギャングの情報はなんかくれるんですよあの人あれってあそこのなんかあるんすかみたいな、うん、若干こっちで他のギャングには物を下ろしてないって言うんだよおおできてなんかあんなんかできてるいやな自分もなんでかわかんないですなんでそんな俺らに肩入れするの肩入れってわけでもないまあまあないだろうなまだ、うん、でまだ銃は作れないらしいショットガンぐらいだってあーなるほど、うん、ショットガンぐらいとかまあハンドガンぐらいならじゃあまだもう作れるって感じなんですかね、うん、金と素材があればどんどん増やせるっていうことらしい、うん、はいはいはいもしかしたらこうヘラシギが残した金の卵になりかねないかなるほどでモズに例えば入ったとしても、はいはいはい、口滑らせないと思うんだよなうん、口は硬そうですけどね、うん、あんまり一緒に行動すると割れるじゃんそうですねそれをしなければなんかねなんかあの子、うん、この人がいっぱいいるところが苦手らしくて、うん、例えば俺と2人で例えばレギオにいるとするじゃないですか、うん、なんか 2,3 人、3,4 人ぐらいパーって来て、うん、だからね、なんかさっていなくなるんですよ。あ、そう。いつの間にかいなくなってるんですよ。あ、そう。あれと思って、はっ、気づいたらいないみたいな。でもギャングに入れば集会だってあるぞ。まあまあまあそうですよね。うん、まあ多分そういうのは大丈夫だと思うんですけど。あとギャングに入るってなるとななかなかな。でもそういう専属でやらせるんだったらさ。まあ、ありだとは思いますが人殺せんのかなうんでも全然いや聞いたことあるんですようん人銃撃ったり撃って人とか やれって言われたらできるって言ったらうん分かんないですけど多分やれるっす言いそうなんかねほんとあの子機械みたいなんですよそうねほんと無機質な感じがそう無機質な感じするたまにゾッとするんですけどうんおもろいな多分やれるっすよとりあえずさ、はいはい、新しい無線に変えて、はいはい、無線番号をさ共有してみるありだと思いますそれはじゃあ新しい無線番号も決めよう
と3分ほどで。了解。タラリー、うわ、びっくりした。あ、びっくりした。慣れ慣れしくタラリなんて呼ばせてもらっちゃってるけどさ。はいはい、大丈夫っす、なんでも。非常に助かるしな。タラリはですか？君の存在がだ。あ、ほんとっすか。今我々はクラフターを欠員してる状態でな。あー、さっき言ってたっすね。うん。故にそういうのができる人間は非常に欲しいんだ。で、今からあと3分ぐらいでうちの若い、あの若くはないけど、うちの部下が来るからさ。あ、柳田さんっすか？そう。人混みが苦手だと聞いたが、何人ぐらいから苦手なんだ？まあ、ってしまうとなんか、ウェイウェイしてて、なんか、遊ぼうみたいな感じで寄ってくるようなやつらが基本的に苦手なんで。待って、タラリ。はいはいはい。待て、はい。個人名は出さなくていい。ですか。ああいう、あの、明るい系の人っすね。ああ、大丈夫だ、私。苦手だから。ああ、はいはい。タラリ。はい。名前は出さなくていい。固有名詞は、固有名詞は出すな。あの、ああいう明るい方って、とかだとあんまり苦手っすかね、うん、普通になんか、まあなんだろう、4人とかそのくらいまでだったら大丈夫だったりするんですけど、それ以上いったらどうなるの？あの、ウェイウェイしてたら、ゴミ拾いに行っちゃうっす。ウェイウェイしてたら何も言わずにゴミ拾い行っちゃうのか。なんかその空間が耐えれないんで。うん。じゃあちょっと私行くねとか言わないのか。で勝手に言うんですね。あ、そうか、おもろいな。タラリさん、座ったらどう？あ、なんか、いいですか。なんか心の目で座れるじゃん。お疲れっす。座ってって今でさすがにあれかなと思った。いや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 、いいんだいいんだ。ここはちゃんとしてんな。あ、柳田さんどうもっす。お疲れっす。なんで君はガソリンのことを油って言うの？え、ちょっと待ってください、ちょっと待って。え、ちょっと、なんだ？柳田さん。え？どうしたどうしたっすか？チクったんすか？いや、君さっき私に言ったんだよ。油なかったんで入れといたっすって言ってたよ。柳田さん。俺が言ったわけじゃないっす。自分の口からですよ。まあ、癖ですね、昔からの。昔からの癖。はい、昔からの。何歳ですか？自分16っすよ。 16？ かなり16っすよ。あ、じゃあレイラとほぼほぼ今年17？ 今年17っすね。あ、じゃあレイラとタメだ。あ、そうなんすか。あ、うちに君と同い年のギャングのメンバーがいるんだ。はい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 。へぇ、ずん16っす。16でずっとゴミ拾いしてんの？なぜ、ね、え、なぜなんか、まあ、そのみんなに働けって言われたんですけど、別になんか接客とか自分できないなって思ったし、普通にやっぱ昔からやってたゴミ拾いが一番なんかやってて楽しいかなって思ったからっすね。この町に来る前もゴミ拾いしてたって話だけど、ご両親は？両親はなんか小学校の頃あたりにいきなりなんか家出てけって言われて、そっからずっと野宿っすかね。なかなかやばいっす。家出てけって言われたの？わかんないっすけど、急に言われてわかんなかったんですけど。はい。それ本当の親御さん？だと思うんすけども、なんかいいやって思ったんで。あんま。あ、そう。はい。それどこ、君はどこ出身なの？日本っすね。あ、そうか、タラリ、日本の名前か。タラリです。そうかそうか。はい。
おお、なるほどね。じゃあほぼ親に捨てられたようなもんか。そうですね、だからもう必死でゴミ拾ったり今頑張って生きてたって感じっすね、うん。欲しいものは何かないのか。欲しいもの、なんだろう、まあいっぱい荷物詰める車欲しいくらいっすかね。うん、実質的だね。なんでロスサントスに来たの。まあなんか、まあ一応、うん、まあ、あるにはあるんすけど。教えてくれよ。まあなんだろう、まあ、言いにくいことか。いや別に全然隠してないし、別に言うことでもないから言ってなかったんすけど、それこそのゴミ拾ってた時に、うん、まあなんか多分悪い、多分ヤクザの人かなに拾われて、うん、いろいろその死体とか処理とか昔やってたんですけど、なんかちょっと、うん、このままでいいのかなって思って、うん、しかもまあずっとそこにいても多分殺されるだろうなって思ってたんで。あ、そうなんだ。はい、うちに逃げてきたの。まあ、逃げたというか、まあ、そうっすね。なるほどな。はい。ってことは、じゃあ、ジャパニーズヤクザに使われてたってこと？うん、でも完全に多分もう使われてる、もう捨て駒みたいな感じだったんで。なるほど。まあなんかあんまり聞いていい話、なんか話したいような話じゃないかもしんないんですけど。いやいや。ギャングなんてそんなもんだよ。みんなすねに傷がある。なあ柳田。そうです、すねどころか。すねどころか、もうすねどころかね、全身だよな。うん、うん、私のことはあまり知らんだろ。そうですね、なんかやっぱみんなさん名前しか言わないんで全然知らなかったっすね。うん、私はあの囚人なんだ。あ、なんか警察側に見つかったら即逮捕みたいな感じって。そう、脱獄してる。あ、そうなんすか。そうです。はいはい、脱獄囚人みたいなもんです。おお。でね、タラリさん。はいはい。ここから面白い話を君に提示したい。君は今、ゴミ集めという、まあ、一部我々としてはかなり必要なポジションの作業をしてる方だ。はい、はいはい。ただ、ギャングになれというのはなかなか難しい。だからな、はい、うちの専属、とりあえずクラフターになってくれないか。あ、それだったら全然構わないですよ。本当かね。他のところに売るつもりないですし、今。なぜうちにだけ売ってくれるんだ。まあ、柳田さんが優しく。あ、そうなんすか。柳田さんが一番お金くれたからかな。なるほどね。お金くれたっつっても、はい、もうもう。だって別に自分仲いい人いないんですもん、本当に。なんで笑うんすかそこで。いやいや笑っ…いやなんかすごいいいなと思って。なんすか、いい友達っていなきゃいけないんすか。あ、その考え方でものすごく共感できます。おー、タラリ。はい。私に友達はたくさんいるが、はい、あくまでも私がそういう風に位置づけているだけだ。はい。時に裏切るし、私は友達なんてそんなもんさ、家族ではないわけだ。まあ確かに。友達とか親友とかそういうのはただの言葉だろ。私と君とはビジネスでつながりたいんだ。はい。とりあえず君に不利益にならないようにしたい。はい。ゆえにギャングということではなくてな。
我々専属として力になってもらいたい。まあ全然モズさんであれば問題ないですね。本当かね。お金もくれるって言ってますし。意外とちゃんとしちゃっかりしてるんだな。まあまあでもまあ正直全然まあなんだろうな、他のところがあんま好きじゃないなって思ってたんで。そうか。はい。ちなみにもう一つ質問をしていいか。あ、どうぞっす。人は殺せるか。殺せますね。殺せるのか。別に、いや、あの殺したことはないんですけど、うん、多分別にやろうと思ったら全然撃てると思うっすね。銃を使ったことはないのか。使ったことはないんすよね。うーん、エアーガンも撃ったことはないか。エアーガンも触ってないっすね。見たことだけしか。なるほど。はい。であればな。はい。君はこう人が騒いでるのも限界、そのなんだしんどいのか。まあ言おうと思ったら全然入れるっすけど喋んない、ね。あ、その場にいるっていうことじゃなくてさ。はい。例えばなんか耳からそういう音が入ってくる分には苦じゃないか。じゃないですね。いろいろ話は遠目で聞いてたりしてるんで。うんうんうん。はい。であれば私たちの無線を共有したい。はい。いちいち電話をかける必要がないということだ。ああはい。全然メモを取ります。君は無線番号、無線持ってるの？持ってるっす。なんで持ってんの？山とか行くときに使うからっすね。山でなんで使うの？あの山って電波がないんで、うん、やり取りするときに行って最初に初心者のときに習ったっすね。へえ、そうなんだ。はい。優秀だな。一応君はモズではない。了解です。故にこの番号を誰かに言ったりするのはダメだ。言わないっす。君が口が固いのは分かってる。はい。もしかしたら今後、はい、私から正式にお願いすることもあるかもしれないが。まあまあカモ程度にしとくっすね。カモ程度に持っといてくれ。はい。その方が君にとって安全かもしれないし。まあ確かにそうっすね。大丈夫そうかな。大丈夫ですね。ではよろしく頼むよ。